にちは、ザキツカです。今日は千葉県にある、富浦新港に来ています。一番真ん中が港で、一番左側は釣り堀になってるんですよね。タイが3000円ぐらいで、アジが1000円ぐらいで、そこにイケスが作ってあって、釣り堀で釣りができるっていう施設ですね。今日お休みだった、火曜日だっけ、なんかお休みの日でしたね。なので釣り堀で釣りはできません。釣り堀の反対側にの一番奥にトイレがありますね。なんかピクピク、なんか来てるような気がするなぁ。あ、なんか釣れましたね。これはなんだ、ハゼ、なんだろう、ちっちゃいのが釣れました。ちっちゃいのが、残念ながらハゼ1匹で終わってしまいました。ちょっとね、ハゼを泳がせで背中に刺して泳がせてたら、イカが噛みついて、でイカ仕掛けじゃなかったんですよ。一本針で泳がせてたから、イカバラしちゃいましたね。いやー、もったいなかったな。イカがいましたんだよ。イカがかかったんだけどバラしちゃいました。ということで以上です。残念だな、イカ食べたかったな。